はい、やっと来たんですね。いやいや、もう本当に1ヶ月はかかってはいないけども、3週間以上はかかりましたね。サーマルテイクのパシフィック W4 プラス CPU ウォーターブロックですね。 RGB ソフトウェアコントローラーブラックです。まあ、これはね、海外からの、ね、発送なんで、まあ、1週間から3週間かかるのは仕方ないんですけども、いやー、かかりましたねもう来た時はね、嬉しく本当に涙が出てきましたね。本当になんでこんなに待たされるんだっていうことで、本当にだけど、まあ、来てよかったなって思います。はい、これがなかったらですね、もう水冷の、やることがないんで、まず CPU の水枕つけないともう配管ができないんで、どうしようもなくて、途中で止まってしまいました。もうキャンセルもできないんですよね、こういう海外のものって。だから待つしかないんですね。かそれともですね、日本で取り扱ってるとこ私知らなくてですね、頼んじゃったんだけども、まあいろんな日本でも、サーマルテイクの、水冷の部品取り扱ってるお店屋さんがたくさんあるということがこの頃分かってきました。はい、次は、国内で絶対に買おうと思ってます。次はですね、やっとこれも来たんですね。やっと3070ですね。本当は80が欲しかったんだけど、もう全然もう来なくてですね、まあ70にしようかなとね。吉田製作所の、ね、吉田さんもですね、これ結構いいっていうことを言ってましたので、まあ、私も、値段も安いしね、まあ、そんなに大きくはないしいいかなと思って、はい、これかっちょいいですね。これね、まあ、コンパクトにできてるんですよね。これね、3連ファンになるとちょっと大きくなりますよね、かなりね。で、今の使っている、メイン PC の、箱にはですね、ちょっと入らないか、ギリギリですね、3連ファンになると。まあ、これなら、余裕で入るっていう感じですね。まあ、とりあえずこれで、まあ、性能的にはね、そんなに劣るわけでもないし、 2080Ti とどっこいかちょっと劣るか、そんな感じですよね。はい、それでね、2080のスーパーの半額で買えちゃうんですよね、本当に。はい、これがですね、ゴミやっぱりこれフィルターでついててもめっちゃゴミが入ってましたねなんだこれはって、外に置いてんのと変わんないじゃないかっていう、ゴミがすごいもう入っててですね、もう参っちゃいましたね、本当にね。掃除すれよっていうけど、掃除してるんですけどね、細かいホコリがですね、綿ぼこりがやっぱり入っちゃうんですね。油断ならないですね、ちょっとね。はい、これね、これでも結構きつなんですよね。はい、これ以上大きくなると完全に横のケーブルがもう邪魔、水冷のケーブルが邪魔になってくるか、ケーブルが邪魔になってくるかという感じになってきますよね。もう一つあれば、まあ、これで良かったかなと思います。はい、で、うん、これでとりあえず試してですね、まあ余裕が、まあ余裕というか帰る時期が来ればですね、3080を買ってですね、やっていきたいなと思います。はい、その前に CPU ですよね。
CPU 今回手に入らなかったのでちょっと残念ですね。よし、OK だね。こんな感じで多分ね、Ryzen 9のですね、5950ですか。あれはやっぱり欲しいですよね。はい、ね、シングルが結構、ね、インテルに、追いついたのか追い抜かしたのか分かりませんけども、かなり良くなってるっていうことが、噂で聞いております。はい、欲しいなと思ってます。でこれファンはですね、負荷がかからないと止まるようになってるんですね。回ってません、今は。はい、ほとんどスコアは倍以上になってますね。はい、FPF も全然倍ぐらい出てますね。非常に快適と快適ですね。はい、まあ、こんな感じでね、ちょっと乗ってたんですけど、乗せてみました。はい、はい、シネベンチですね。これ R23 の新しいやつです。これね、10分間繰り返されるんですね。ちょっと動揺しました。10分ぐらい経過しないと、スコアが出てこないっていう、より正確に出すようになったんですね、きっとね。はい、シネベンチもですね、前の方がちょっとやりやすかったかな。はい、スコアもですね、19219PTS になってます。あとシングルですね、シングルもですね、ちょっと飛ばしました。ちょっと時間かかるんでね、これはさすがに。はいはいはい、こんな感じのスコアになりました。やっぱりですね、ライゼンの9の、5950欲しいですね。もしですね、5950がですね、入ったよーという情報があればですね、ぜひ私のところにお知らせください。お願いします。はい、というわけでですね、今日ですね3070、一応紹介と、あと CPU のヘッドですね、水枕ですねの紹介でした。またね、バイバイ。